どうも斉藤紳士でございます。さ、今日は雑談会なんですけれども、なんかこうあんまりその人の名前出すとまたぼや騒ぎみたいになるんで、あんまり名前は出さないようにしていくんですけども、まあとあるその人のツイートがまあ流れてくるんで、まあ、見てたら別に僕その人のこと嫌いじゃないんですけどね、一つもなんか嫌いという感じになってますけど、全然嫌いじゃなくて、嫌うほどあんま知らないんで、なんですけども、なんか、とある人とまあ喋っていたら、まあまあ売れるものが正義だみたいなことを言われて、まあそれは違うんじゃないかなみたいな話をツイートされてて、別にその人の考え方とか、はどうこうは全く僕は何も思わなかったんですけども、売れるものとそのなんていうんでしょう、芸術を求めるっていうのがそんなにその対極にあることなのかなということをぼんやり考えました。で、売れるのが悪っていうその考え方も怖いですし、逆も怖いですよね。売れるのが正義っていうわけでもないし、まあめっちゃ大人なことを言うとバランス取れてるのが一番いいわけであって、芸術性も高くて文学性も高くてなおかつ売れる本っていうのが一番いいですよね。だから何でしょうかね、純文学とかで言うと最近で言うとやっぱ押しもゆとかですかね、話題性もあってキャッチーで、売れる路線でもありつつ文学性も高い水準を保っているというのが、いいものなのかなというふうにね、思うんですけれども、まあ分かんないですよね、そればっかりはね。で別にそれを追い求めたからってこうその通りできるわけでもないんで、ただなんでしょうね、どっちかをすごく攻撃している人を見るとなんだかなって思っちゃうんですよね。だから売れるのが悪だと言うけども、例えばガルシア・マルケス、この間あのノーベル賞の時に話もしましたけど、100年の孤独はホットドッグのように売れたっていうんですよね、むちゃくちゃ売れたとね。じゃあ文学性低いんかって、とんでもないですよね。もう世界的に文学性は高いと言われてる作品じゃないですか。まあそれは稀有な例なのかもしれないけれども、すいません、ちょっと救急車がピーポーピーポー言って、違いますよ、オタクじゃないです、うちの周りです、すいません。たまにありますよね、これどっから聞こえてるみたいな、動画の中ちょっと消してテレビ消してとかね、その感じな、今ちょっと消えましたね、すいません申し訳ないです、このまま出すっていうね、編集しろよっていう話ですけど、まあまあまあ、そうだから売れたものが悪いもの、売れるものが悪いものだとは僕は決して思わないですし、逆に売れるものが全てなんて言うんでしょうね、売れるのが正義でもないんですよね、売れなくてもいいものっていうのはたくさんあるから、だから難しいな難しいなと思いながら、自分だったらどうだろうなとは思うんですけども、だからそれこそ、まあ、そのツイートにもあったんで、ちょうどあーと思ったのがブルーハーツなんですよね。売れるもんが一番いいんだったら、この世で一番うまいラーメンはカップヌードルだみたいなことを言ったんですよね、ヒロトがね。でむちゃくちゃかっこいいし、そうなんですよね、そうなんですけど、そうなんですけど、僕はカップヌードルも認めてあげないとって思うんですよね。いやだからこれ悪いですけど、僕どっちの見方とかないんですよ、ただ考えてるだけです。こう売れる、ただ売れるものがをこうなんていう、求めてばっかりいるやつダメだろうっていうのも違うと思うんですよね。それはその人の考え方やから、私は違うようでいいと思いますね。その人を否定するのも違うし、逆も違うんですよね。難しいなと思って、まあでもね、芸人なんかやってるとね、売れたもん勝ちなんですよ。売れてない人は何言ったってゴミみたいな扱いをされるんですよ、芸人は。はい、だから売れると手のひら返しますしね。僕はその売れたというところまでは行ってないですけども、劇場で一番上まで行ったことはあるんですよ。でそうすると本当に小さい範囲なんですけども、
手のひら返すんですよ。それこそね、劇場のトップにいてて今まで一言も僕を見ても挨拶すらしなかった後輩が兄さんとか言って来るわけですよ。え、昨日までと態度まるで違うやんっていうのを味わったことがある人間からすると、でその逆もあるんです。で僕は今仕事なくなった状態でそいつにまた会うとまたパッと見て無視とかするんですよ。こいつ信じられへんなって思うんですけども、そういう人間って実際いるしねえ、だから売れないとこれはもう人間としても扱ってくれへんねやっていう世界なんですよ、芸人って。だから売れないといけないっていうのもすごくわかります。売れないと物が言えないですよ。今僕が何を言ったって誰の何にも響かないっていうのは売れてないからっていうところもあるんですよね。ところが売れると同じ人間が同じ発言してるにもかかわらず、売れたこの人が言うんだから間違いないんだっていう一つの説得力みたいなものになるんですよ。でもちろんそれとあの小説の世界とお笑いの世界は違うと思うんで、もうそれは一概には言えないんですけれども、まあお笑いの世界は売れたもん勝ちですよ。正直売れれば発言権が認められますし、売れてないとどんなに劇場で面白いって言われててもそのままやめていってっていう人もたくさん僕は見てきましたから、いやめっちゃおもろかったやんとかね。だからいろいろ方法はあると思うんですよ。例えばね、ラーメンズさんっていう、もう解散しはりましたけども、ラーメンズさんなんて本当にテレビでは全く見なかったですけどね、オンバトぐらいでしか、あの人らはちゃんと戦略があってオンバトである程度名前を売っておいて自分らのスタイルっていうのをこう見せておいて、好きな人だけもう劇場見に来てください、僕はもうメディアには出ないですよっていうスタンスでやったんですよね。それってまあ素晴らしいし、まあ、自分らによっぽど自信があるからできたことなんですけども、じゃあ彼らがテレビ出てないからって言ってとかね、そういうわけでもないですし、ただ文学っていうのはどうなんだろうな。僕はある程度売れないと本当にいい作品って書けないのじゃないかなとも思うんですよね。ある程度自分が書いたものがきちんとしたところに、出すことができるっていう、ね、ところまで自分を高めてというか、ある程度注目をされてある程度売れるというところにいて初めて自分が本当にやりたいことってできるんじゃないかなということを考えたら、売れるっていうこと、商業的に成功するっていうことは悪ではないと思うんですよね。で、その文学を追求する人が売れるものは悪だっていうスタンスでいたらそれってやばいことですよね。いいんだよ売れなくてもこんなものはって言い出すと、いやじゃあずっと貧しい生活しながら死後に評価されるとかでいいだろうってやってる本人が言うんだったらいいですよ。その界隈の人たちが言うっていうのはどうだろうって思うんですよ。支援したれよ本ならとかね昔あの浅草の火を消すなと言ってた、ね、落語家ほど浅草の火を消しているというなんかこう部分があったらしいんですよ。僕は知らないですけどもね、浅草の火を消しちゃいけないとか言いながらね、演芸場に出てね、あのそんなもん出たい、ね、人たくさんいるのに、その昔の名前で出て毎日同じネタしかしないみたいなね、そんなんだったらお前が火を消してるようなもんだぞみたいなところってあるんですよね。まあ、何の話をしているんだというような今日は回になりましたけれども、本って売れればいいのっていう部分もあるけども、売れなきゃ話にならないと思う部分も僕はあるなと思います。ずっと貧乏でね、一作も生きてる間には売れなかったけども、売れてからあの死んでからこれだけ評価されてますよって言われても、もしそれが僕だったら嬉しくないんですよね。いや生きてるうちに評価して、評価はもういらないけどもちょっとお金くれてたらもうちょっとそれに没頭できてもっといい作品できたかも分かれへんや、やっぱ生活に追われるって大変よって思うんですよね。だから売れるのがいいとか、ね、言ってんじゃねえよっていうんだったら本当に力があると思う作家さんとかを見つけた時にはきちんと支援を
そのお金という形で支援をしたりとかすべきだなと僕は思いました。はい、口ばっかり出して金を出さない、というのは悪です。はい、というふうに思いました。はい、というわけで今日はただの雑談会でございました。どうもありがとうございました。